四回廊の太麺の皿うどん最麺の皿うどん皿うどんは長崎県の郷土料理。名称からはうどんの一種と思われやすいが一般的に細麺を使うものは中華料理の咲麺に近く太子麺を使うものはチャーメンや焼きうどんに近い。長崎市の中華料理店四回廊の陳平順が炒めにくい糸麺をヒントにちゃんぽんを出前用にアレンジして 配送時にこぼれないよう汁を少なくしたものである。なお当時から長崎では、ちゃんぽんの出前が盛んで、蓋をつけた専用の丼も作られた。このような経緯から、当初の麺や具材は、ちゃんぽんとほぼ同様であり、現在も、ちゃんぽん、皿うどんのように一緒に紹介されることが多い。また、誕生そのものを、江戸時代末期にたどるなど小説ある。 見た目が皿に盛ったや秋うどんのようだったことなどから、皿うどんの名が付き、その後県焼きそばが伝わって、長崎で発展し、同じように、皿うどんと呼ばれるようになったと言われている。九州地方では、全体的に人気が高く、2004年11月に、九州の地方銀行系シンクタンク6社が共同で行った、郷土料理の調査では、料理の名前を知っているか、食べた経験があるか、 食べたいかについて尋ね、回答者の90%以上が、その3部門すべてで、ちゃんぽん、皿うどんを肯定し、1位を獲得している。皿うどん長崎県で、一般的に麺は、細麺と太紙麺の2種類がある。細麺は事前に、油で揚げることが多く、通称パリパリ、バリバリ、バリ麺という。太紙麺は、中華麺をふかすか茹でて下ごしらえする。 店によっては専用の太麺、中くらいの太さの麺を用いたりする。一般に、菜麺は揚げてあんかけにし、太し麺は焼きそばのように他の具材と一緒に炒めるか、鍋で焼いてから具を乗せる。長崎市周辺では、両方から選べる店が多いが、注文の際、指定しなければ菜麺が出てくる店があることから、観光客や長崎以外の地域の人には、細麺の方が、 一般的と思われ、太紙麺は地元以外ではあまり知られていない。地元でも好みは太麺派と細麺派に分かれる。また、同じ長崎県内でも県南地域と県北地域では細麺と太紙麺の故障に対する認識の違いがある。皿うどんとしてオーダーした場合、長崎周辺地域では細いパリパリ麺にて調理したものが出てくるが、 佐世保市周辺地域では太いちゃんぽん麺を使用したものが出てくる。このように地元民でも皿うどんについては混乱することが多く、注文する際は太麺もしくは細麺であることを確認した方が無難である。一人前から注文できるが大人数分を一度に注文し、大皿から各自取り分けていただくのが地元の食べ方。祝い事の時や職場で残業時に これを出前で取るということもある。また、長崎では、ウスターソースをかけて食べるのが一般的である。一般的な、皿うどん、特に細麺は甘めの味付けになっている場合があり、ソースの酸味で味を引き締める効果があるとされる。上皇醤油では、皿うどん向きに、緊張ソースが製造され、地元で愛用されている。テーブルに酢の常備がなくて、 ウスターソースが当たり前のように常備されていることが多いが、店によっては特製の酢を用意している場合もある。また出前などは一般に特製ソースを栄養ドリンクの社光瓶に似た容器に詰めて料理に添え配達する。長崎県では小学校の給食に皿うどんを出すことがある。この時の麺は細麺であるが、煮込まれているためパリパリ感はない。 ただし近年は麺をあらかじめ調理する代わりにインスタントラーメン状に袋詰めされたサイメンタイプの麺とワに盛ったグ入リの餡を配膳し生徒がその場で麺を混ぜて食べる方式も見られる好みによって麺を細かく砕いたりなどもするなお給食のメニューにちゃんぽんも出るちゃんぽん、皿うどんを主なメニューにする飲食店が少なからず存在する食堂などの飲食店で メニューにあげている場合もある。これらの店では、通常、揚げた、菜麺をあんかけにした、皿うどんしか提供されていない。皿の縁に煮こやから詩が添えられ、食卓に酢が用意されている。また、ラー油や酢醤油、小口ネギ、紅れ生姜等々を添えて出す場合もある。福岡県福岡市周辺で、皿うどんといえば博多皿うどんを指しており、長崎の皿うどんとは別のものである。 昭和50年代頃から福岡でも長崎皿うどんの知名度が上がりよく食されるようになった。近年では混同を避けるため区別して長崎皿うどん、博多皿うどんと呼ぶことが多いが、福岡の中華料理店で単に皿うどんと注文すると博多皿うどんが出てくることがある。標準的な博多皿うどんはちゃんぽんほどの太さの中華麺を豚骨ベースの中華風の具材とともに、 炒めてある。具は、エビイカ、豚肉、ナルトかまぼこキャベツ、人参玉ねぎ、きくらげ、椎茸など、多彩である。味覚は、ちゃんぽんや、博多ラーメンと近く、麺に、スープの味が染み込ませてあることが多い。博多皿うどんは、昭和初期に、福岡市の中華料理店福新楼の料理人、長長淳が開発したとされる。同店によると、正式名称は、 福建チャーメン。日持ちのしない生麺をせめると麺が熟成して味の深みが増し、海面状になった麺はスープを吸い込んで濃厚な味を作り出すとされている。長崎の皿うどんの調理法は麺の種類に応じる。太し麺は中華鍋で炒め、頃合いを見て麺を引き上げる。中華鍋に食用油を敷き、肉、野菜、魚介類等の具材を炒める。 具材を炒めた中華鍋にちゃんぽんスープを少量注ぎ、先ほど炒めた麺を戻し入れ醤油で味を整える。強火でかき混ぜ、麺と具材をなじませ、水分を飛ばしたら皿に盛り付ける。菜麺は油で揚げておく。長崎では油で揚げた麺も商店で販売している。鍋を熱して、食用油を敷き、牡蠣、イカ、エビなどの魚介類や豚肉、かまぼこ、 ちくわなど、海産加工品の具材を炒める。キャベツ、もやしなどの野菜を加え、豚骨、鶏ガラなどで取ったスープを加えて煮る。水溶き片栗粉でとろみをつけてあんが完成。皿に揚げた麺を置き、あんをかける。揚げ麺と粉末スープの素をセットにした商品が数社から販売されている。また、長崎市内などで、グリりのあんをレトルトパックに詰めた。 市販品がある。ローソンは、リンガーハットと共同で、ちゃんぽんと皿うどんを商品化し、九州、沖縄の約1000店で2008年1月22日から2月1日まで、期間、地域限定で販売した。油で揚げた麺類肉をかけた料理として、カキがある。2021年3月11日、埼玉県朝霞市の小学校で、 給食の皿うどんの麺を食べた児童と教有合わせて7人が歯が欠けるなどの被害が出た。栄養士が作る調理指示書では中華麺を2から3分揚げるとされていた調理過程において当時の調理業者のスタッフが揚げ不足と判断し10分ほど揚げてしまったため麺が硬くなったことが原因だとしている。ありがとうございます。